よっしゃー、お昼だお昼。そら、レナ、机をくっつけろ。おお、今日はでかい弁当箱だな、レナ。今日はね、みんなに食べてもらいたくてこのお弁当箱にしたの。今日のお弁当はレナ特製のミートボールなんだよ。おおお、どうかな、かな。頑張って昨日の晩に下ごしらえして作ってみたんだけど、とっても可愛い感じにできたの。あんまり嬉しくてちょっと作りすぎちゃった。任せとけレナ、この力作は全て俺がいただく。全部はダメだよ、みんなに食べてもらうんだから。そうそう、独り占めは良くないよ。ケイちゃん、部活第9条競争原理でも機会は平等なんだからね。なあ、ずっと思ってたんだが、その部活ルール一体どれだけあるのか一度列挙して見せてみろよ。も食べてみて。今日のは本当に自信あるんだから。おお、そりゃいいね。そこまで言われちゃおじさんもぜひいただくよ。ほら、さとこ、机机。あははは、残念なことにミートボールは私も大好物でございましてよ。ケイチさんには一口でも口に入ることがないことを覚悟遊ばせ。何をよまいごと言ってやがる。ほれサトコ、まずは一番やりだ。あ、チー先生がすっぽんぽんで終わる気になってますわ。何パクッ。油断大敵でございましてよ。一番に食べるミートボールは格別な美味ですわね。おのれさとこ、嘘つきは泥棒の始まりなんだぞ。いや、今ので引っかかったケイちゃんこそアホだと思うけどね。うん、ケイチくんも男の子なんだね。はあ、仕方ないだろう。ひょっとしたら、もしかしたらの可能性についついすがってしまう純粋な少年の心を分かってくれよ。ああ、はいはい、純真スケベな男心ね。分かった分かった。エンガチョ。ケイチさんがダメージを受けてる間に、私はさらにミートボールをいただきましてよ。なぬ、それでは、いただきまーす。はーい、残念。そうはいかないです、さとこ。あぐ。シオンさん、今日もいらしてたんですの。言ったじゃないですか、サトコの食生活を守るために当分私が面倒を見るって。ほら、
神はまさか。明らかに最近のさとこは野菜が不足しています。なので特別にかぼちゃ弁当を用意させてもらいました。が、うわ、そりゃいじめだぞ。しおん、さあさとこ、あなたの昼食はこっちですよ。かぼちゃは嫌ですの。ほら、そのかぼちゃ嫌いはダメです。かぼちゃはですね、栄養価にとても優れているんです。育ち盛りのさとこは特に栄養に気を使わないといけないんですよ。私の目の黒いうちは変色を認めないので、その覚悟でお願いします。ほう、シオンが珍しく正論言ってる。失礼なこと言いますね、お姉は。ほらほら、みんなもどうぞどうぞ。ほこほこのかぼちゃって甘くて美味しいんですよ。あ、ほんとだ、出汁が染みてていい感じ。うん、甘くてとっても美味しい。こりゃいけるな。かぼちゃの甘みが嫌味なく、それでいて絶妙で。さあとこ、お前は食うな、もったいない。なんですって。かぼちゃは嫌いですけど、言い方が気に入りませんわ。そら、言った言った、一口にガバッと言ってみなよ。ほらね、美味しいでしょ。まあその食べれなくもないですわね。どうですどうです、少しは見直しましたか。まあこれくらいの味ならちょっとは。まあ最初が強烈だったからね、短期間でここまでとは大したもんだよ。当たり前です。さとこがかぼちゃ嫌いを克服できるように日夜研究してますので。さて、この調子で今年中にナス、ピーマン、アスパラガスと制覇していきましょう。ぐっ、はいはい、そんなに慌てなくても、まだかぼちゃは山のようにありますよ。冗談はごめんですわ。何が悲しくて楽しい昼休みに苦行を積まなくてはいけないんですの。苦行じゃないですよ、監督も言ってたじゃないですか。辛いなと思ったら、自分が厳しい指導を受けているメイドの気分になりなさい。そうすれば全てがハッピーに思えてくるでしょうって。だからさとこは自分がメイドになったと思えば全て解決。というわけでさとこ、メイドの心構えで何事もレッツチャレンジです。なんですのそれは。そんな奇妙キテレスな論理は見たことも聞いたことも食べたこともございませんわ。考えてはいけません。
感じるのです。シオン、いつから無双転生に目覚めたのさ。そう、1年前から。だいたいそもそも別の学校のシオンさんがなんでこの時間にここにおられますの？他人のことを管理する前に、まずはご自分の管理をしっかりなさいませ。しーちゃん、これでもう1週間でしょ？そろそろ沖ノ宮の学校もいい加減黙ってないと思うけど、大丈夫なの？ああ、平気です。適当に出血調整してくれることになってますので。調整って、あんたまさかその崎の名前と力を持ってすれば、学校一つちょろいちょろい。超法規的措置を使うとは。というわけで、サトコの心配はノープロブレムです。お気遣いなく。なら私が沖ノ宮の学校に転校しましたよ。ああ、ならもっと好都合ですね。私の運転手、登下校に使ってもいいですよ。はう、通いましょうか、私の学校に。一緒に冗談は寄せ鍋ちゃんこ鍋でございますわ。おっと、進歩がありませんね、まったく。今日も賑やかだね。だね。5倍、見事逃げを押せるならなんと500倍だ。持ってるカードの受付はもうすぐ締め切るよ。諦めろ、サトコ。相手が悪すぎる。シオンもそろそろ許してやれよ。ダメです。サトシ君から頼まれている以上、健康管理は私の担当です。好き嫌いは許しませんから、そのつもりで。でも最近のしーちゃん、本当にさとこちゃんのお姉ちゃんみたいだよね。あー、なんならトレードしてあげるよ。私いらない、ポイだから。でも目的のためには手段を選ばずってとこなんか、やっぱりみーちゃんの兄弟だよね。どうしたの、みーちゃん。何か変なこと言ったかな、かな。自覚のない奴に怒ってもしょうがないでしょ。だいたい私はあそこまで高圧外交じゃない。一緒にされたら迷惑千万だよ。確かにお姉はヘタレ街道まっしぐらですもんね。誰がヘタレだ。うー、
まあこの世の中、お姉流で言えば勝てば官軍ってやつですよ。切り札は無限に持って、そして使ってこそ意味がある。違いますか？ピック。ほう、今の言葉、二言はないね。ええ、ないですよ。それがどうしました？というわけみたいだよ。さとこ！シオンさん、おっしゃいましたわね。切り札は使ってこそ意味があると。さとこ？では、これはいかがかしら？先ほど好き嫌いは許さないとおっしゃいましたわね。ならばシオンさんもこの缶詰のカレーを食べてくださいまし。そうすれば私もナスだろうがピーマンだろうがアスパラガスでも食べてみせますわ。してカレー嫌いなの？そっか、レナは知らなかったんだね。シオンは缶詰が大嫌いなんだよ。さてはお姉、そのことをさとこに。部活第2条、勝利のためならどんなことでも許されるですわ。お姉、何の恨みがあってこんなことを。恨みつらみはそれこそ星の数だけど、とりあえず面白いかなって。あとさ、私さとこが逃げ切るに勝負かけてるから悪いね。みーちゃん、それインサイダー取引だよ。問題なし、すべて想定の範囲だよん。あはははは、よーく覚えておくことですわ。切り札は最後の最後に取っておくものなんでございましてよ。くださいまし、シオンさん。好き嫌いはよくありませんわ。さあ、さあさあ。そんな栄養も偏ったジャンクフード、缶詰でなくても願い下げです。うわあ、バカ。行っちゃったね。え？
あなた、園崎シオンさん？は？ええ、そうですけど？本当にそっくりね、ミヨンさんと。性格も思考も同じなのかしら。水と油で水素と酸素のように混ぜたら危険、食べたら死ぬでってやつです。そう、どうでもいいのです。よその学校でも結構です。アメリカンハイスクールからの転校生でも、どこかの研究所で開発した試作型のメイドロボットがテスト運用でも、私は一向に OK です。むしろ問題なし、ウェルカムです。そうですか。よかった。ですが、先ほど明らかにあなたのその声、その響き、その口調でつかぬことをふと耳にしたのですが、カレーは何だと？なんて言ったのか忘れちゃいました。ひょっとしたら気のせいかもしれませんので、もう一度思い出して、はっきりとよく聞こえるように一語一句、嘘偽りなく言ってください。さあどうぞ。あのちなみに、嘘には厳罰が待っていますので、桜の木をぶった切ったワシントンを見習って正直に答えてみてください。正直に言ったら？それが私の望みです。ただし、正直に答えすぎると千利休みたく切腹になってしまう可能性もありますが、そのあたりはきちんと配慮しておいてくださいと、あらかじめ注意しておきますね。先生、少し落ち着いて。落ち着いています。私は今この上なくクリアでクールな気分です。ご安心を。